バスト87っていいよね。に対するみんなの反応集。すごく包容力がありそう。いいから F カップいいよね。わかるほどよく大きい。って感じ。でかいかっこでかい。全員3年後にバスト107になってそう。5人のうち4人はお嬢様だよね。お嬢様はデカパイになる法則でもあるんか？いいもの食べて育ってるのは間違いないし。ライアンはモーションもあってバルンバルンしてるし張りがありそう。マーベラスはいずれちぎれるんじゃないかってぐらい。バスト 87J 特有のロケットオマルパイ好き。いいよね。う。ダイヤちゃんは走ってる時にめちゃくちゃ揺れてて柔らかそう。いいよね。バルンバルンしてる。肩こりがやばそう。バストの大きさもさることながらスレが全員めちゃくちゃ腰細いから数字以上に大きい印象を受ける格好。エスト51みたいな規格外の細さは別としても二度クイーンと同じバストなんだな。身長 1.3 メートルにバスト87だなんて芸振りは最芸上に頭最芸なんじゃないか。バスト85が程よく、バスト87がデカってなる。程よく、程よく大きいであって程よい大きさではない。いいね。目白の3人は牛乳の代わりに豆乳飲んで育ったからここまで大きくなった説かっこ適当。お腹壊しにくいし低脂質だし。ライアンは胸より筋肉に包まれたい。これ好きにできるなら絶対溺れる。すごくすごいかっこ語彙力。力もうぬアルダンってバストおそろだったかさすが姉妹。バストはおそろだけどウエストの差でカップサイズが違うという絶妙な再かっこ。ラモーヌがいい。アルダンが F。 ちなみにラモーヌは90、アルダンが85。でもイラストだとラモーヌの方がでかく見えるんよな。アルダンは原案だとそこまでじゃないのもあって、原案のイラストレーター違うから多少はね。サポカのイラストやイベストの CG で比較することになるけどそこまで差はないかなって、アルダンの方は SSR より SR だな。尻のラモーヌ、父のアルダンだからな。まったくすごい姉妹だよ。ウマ娘はエマルチなコンテンツだった。メジロパイは思考である。左上の人、サバ読んでるよね。妹ともども絶対サバ読んでるぞ。後頭部のメジロ毛はでかいのはわかるけど、中頭部のダイヤとマーベラスは発育が良すぎだろ。互角、といったところですわね。それはない。この5人に抱きつかれたら鼻血出す自信あるわ。ダイヤちゃんはどの勝負服もコルセット、もしくは帯で腰をキュッと締めて、その上にドタプンする服の構造になっててすごい。正月ダイヤちゃんとか横からのアングルが。何がすごいってこのバスト87から成長の余地が全然ある顔ぶれなのがすごい。特に下段2人、5人中2人が病弱なんですけどどうなってんすかね。元病弱を入れていいなら3人だぞ。病弱でも栄養摂取に問題がないなら体は成長するし、むしろ運動ができなかった分栄養は胸に行ったり肉についたりするんだ。お腹につかないのは努力の賜物。あと結局は遺伝よ遺伝。ラモアル姉妹のお母さんもきっと巨乳美人。ラモーヌとアルダンの姉妹は画面にアップで映るたびにちょっとムラってくるからヤバい。他は健全な快活さがあって理性聞くのに、メジロッパイは思考なのですわ。マベとライアンが同じ、嘘だろ。マーベラスが異質すぎる。身長はもちろん一人だけ巨大モデル。いいよね。数字の上ではそこまでだけど実際に見るとでっかとなる魔法の父。それがドスマルベライン、バスト87です。ライアンパイはいつ見ても頭がバブル。筋トレ大好きスポーツ少女って情報にあのデカパイが付属することで認識が錯綜するのよ。パフパフしてほしい。デカッツってなる大きさ。誰かダイヤッパイの比較画像持ってない？緑ダイヤ、白ダイヤ、青ダイヤを横から見たやつ。とりあえず参考にどうぞ。こちらアルパイになりやすお納めくだせい。マベチンは細いのが心配。ロブロイくらいがっしりとしてほしい。サイレンス鈴鹿でも私の方が早いですよ。戦闘で言えたことだけは評価する。バスト87、大きい、素晴らしい。ヒップ91、これでブルマ履いてくるんだからヤバすぎる。バストサイズが一緒でも身長やウエストによってイメージが変わるしな。ラモーヌだと全体的に色気ムンムンだけど、マベさんだとメスドラフになる。タルマエさんはキャラによってはまあ大きいかなぐらいの評価になるけど、タルマエさんを超えるともうでかい、説明不要ってなる。ギョマルボーイッシュで爽やかスポーティーへそだし娘で敏感肌のメジロライアン。この設定でピュアピュアの少女漫画大好きな乙女なのマジでメジロすぎる気が狂う。ウマ娘はバスト92センチ以上ぐらいからキョマルって感じするじゃん。はるか二つの胸がひどく揺れて見えたから僕は震えながらその胸を追いかけた。最低すぎる。君が望むならそれは強く揉ませてくれるのだ。今は全てに恐れるな。痛みを知るただ一人であれ。なんか不健全な痛みじゃない？それ。今に揺れる胸が最後に僕にへと語りかけた。オマルパイには勝てないことを分かっていたのね。
割れた谷間の中、揺れる君のお山、溢れてる溢れてる丸い月を包む指、何を揉んでいるの湿ったブラの狭間、何度でも何度でも君の胸を触るから。君の胸が触れたそれは引き合う母性の力なら誰がどうして奪えるものか。君が望むならそれは強く答えてくれるのだかっこ迫真。なせばなるなさねばならぬ何事も。あなたは巨丸派、それとも貧丸派なの。両方だ、あえて狭間にいるからこそ見えることもある。ちなみにバスト78の方々はこちら。あれ、ファルコってつつましやかな方だっけ。勝負服のせいか結構大きい方かと。反転して87にすればええやん。どうやれってんだよ。ちょうどいい。でも色気を感じない娘にちょっとあるの俺好きだよ。スレイだとローレルは色気あるんだよね。なんなんだろうねあの雰囲気は。不思議だよねあのフェミニンなようなアンニュイなような色か。ものすごくいけない気分になる。78から82あたりは盛られやすいし削られやすい。持っても削っても美味しいちょうどいい塩梅なんだ。ウォッカの尻と同じサイズって考えると小さめだけどエマルチなの納得。無駄にでかいより色気あるよね。ファルコもウマドル的可愛さを全面的に推してるけどよく見たらちゃんと胸あるのがエマルチ。ファルコから色気を感じたらすごい罪悪感に苛まれそう。苛まれましたかっこ過去形。ファルコはハイフサポカが強い。やっぱバスト120は欲しいね。鈴鹿さん約 1.7 人分ですか。実は八重野は勝負服に結構隙があるからそういう目で見るとなかなか。大きい矢印常に象徴される存在感は波状ですらない。永遠と続く砲撃の嵐。人の防御には限界がある。俺は死ぬ。小さい、象徴的なものがないことで意識が全身に散り、かえって全身で表現した女の体が強調される。俺は死ぬ。中間、ボディラインが現れる衣装を着た時に、意識外から顔立ちの良さと女性らしさのある体が防御していない脳に直接強烈な一撃を与える。俺は死ぬ。どうあがいても死ぬのか。バスト100桁でもおかしくない馬娘。あれで93、94、99は無理でしょ。地球壊れる。1コンガラ22桁足りないぐらいか。3桁じゃなくて100桁か。新たな宇宙が生まれるな。オマルパイユニバースやめてもろて。ちなみに無料体数が69桁です。現時点で90桁はあるみたいな言い方すな。とりあえず100桁じゃなくて100台ってことか。バスト100ならわかるけど100桁はもう地球が押しつぶれるわ。でもまあバスト90センチクラスの馬娘たちの胸をプラス10センチして100の大台に乗せたい気持ちはわかる。川上プリンセスとか腰の細さとの差で一杯爆丸になりそう。101センチの爆丸プリンセスはぜひ見てみたいわ。じゃあとりあえずバスト90台とは言わず、バスト85台の子らも含めてバストサイズプラス15センチして100の大台突破させようか。池、ロブロイ、イナリ、マーベラス。巨大数はやめるでちゅ。実際問題、トレセンに入学時であのバストウエストヒップだとしたらツインクルシリーズを通してバストがさらに大きくなったとしても問題はないからね。あれ？怒涛がいない。いやぁ、上級者向けすぎて自分にはよくわからないっす。そもそも3サイズは所属学年の時に取ったものだろうから中等部はまだ大きくなるのでは。ボブはイブカシンだ。川上は身長が1年で12センチも伸びたことあるらしいから身長もバストもヒップもえらいことになってそう。ウエストも太めになってると嬉しいですかっこ小声。これはマックイーンが立てたスレ。手袋はなぜスマルベなのかに対するみんなの反応集。手袋そのものがエマルイのかエマルイ子が手袋をしてるからエマルイのか。20年経った今も我々はこの問題に結論を出せていない。長手袋は本当にスマルベ。脇がセットになってる率高くねえか。ブラの手袋ってちょっと質感違うよね。ダルマエの手袋は短くて好き。こっちから手入れやすそう。長い手袋も好きだし、名前はわからないがケイちゃんの手のひらの半分くらいまでしかない手袋もすこ。スマルベ手袋って聞いたらエースとかゲンアンドーベル思い浮かべてたわ。期待の新人、スキルインラブ、青城を見てみな飛ぶぞ。ケイちゃんのあの短い手袋？めっちゃエマルイと思う。いいよね、この透け具合。スケベー。12秒みたいな手袋してたんだね。元が魅力的で手袋はブースターだと思うね。俺はこのアルダンのスケスケ黒レース手袋がめちゃくちゃエマルくて好き。エメラルドのネイルが見えるのもよし。この手の甲の空間の住んでるものです。対戦よろしくお願いします。中山の手袋はイケメンの手袋。ゴスの手袋好き。レースでもスケスケでもないガチ手袋です。対戦よろしくお願いします。シティ様だ出てないってま。
結構多いんだな、手袋勢。スマルベ手袋馬娘には雑草を歌わせるおじさん、これだけでも勝てる。このカットだけで誰かわかるか？ガローブライアンだな、スカートでわかった。右手が指抜きで左手が長い手袋なので、黒ナリブのお手手はエマルチでできてるんだ。手袋いいよね、着用者の老若男女関係なくエマルく感じる最強のドスマルベアイテムだと思ってる。スマルベ雑草おじさんこれも好き。実際謎のエマルサール、全身エマルいけど手袋つけてる手もエマルく見えてきた。こんなフェチもあったとは。エースのグローブのかっこよさとほのかなスマルベさの塩梅が絶妙なバランス。手のひらの部分色違うのめっちゃ良くない？いやでも色合い的にワークマンでよく見るやつなんだよな。そんなこと言うから軍手の滑り止めに見えてきた。農作業の時トレーナーとお揃いの手袋使う姿を想像した。長手袋は本当にエマルチ。わかる、みんな手袋好きね。謎の魅力があるからね。そりゃもう手袋界期待の新星、彼女もなかなか。両手で色違いってのもあるのか。実話の靴下の色が違う馬娘は結構手袋や靴の色違う娘多いね。大きめの手袋なら二人で一緒に手を入れる支柱もできそう。フェチだな。フェチはいろいろなところにあるね。手袋使ってる子同士の手袋交換がみたい。思いつかなかった。確かに見てみたいな。ブラクラとかやっぱりもともと関係性ある方がいいね。シュバチ、お前片手手袋だったのか。お嫌い？滅相もない。いい絵だ。アシンメトリーも好き。シュバくらいいね。同期の関係性だからこその良さもある。片手分だけ交換しててほしい。白手袋はなんかぶっとくる。手だけでこれだけの情感を出すとは恐るべし。ウェディングドレスとか好きそう。かっこ偏見。ここまで通常バクちゃんの仮面ライダーとかっぽい手袋出てないのマジか。まあこれもいいな。確かにスマルベというかかっこいい分類になってしまうのかもしれないけど、武骨なフォルムだからこそ指先の表現が他の手袋より映える感じもあって良い手袋だと思う。なんで手袋ってこんなそそるんだろうな。それも冬に防寒で履くかっこ方言ものとは違うやつで官能的な趣を感じる。人肌とは違う感触を想像してそうなるのか。一体何を想像してるんですか。一進化として王の長手袋も献上しておきます。いいね。ここまでキングな知ってま？手袋といえば真っ先に浮かぶのがキング。キングのサポカのやつほんと好き。他にもつけてる子いるのに、綾部さんだけはアナーキグローブつけてるという事実で笑いがこみ上げてきてしまうな。手袋つけてる子はそれを外した時の素手がエマルいように感じる。見てはいけないものを見てる背徳感に似た気持ちになる。たる前みたいな短いタイプの手袋、最近ちょこちょこ見かけるけどなんかそわそわする。ハーフ手袋ってやつだ。隙間が見えるからエマルチなんだ。元ネタ再現かっこ馬の四脚の靴下の関係で手袋つける比率は高めのように思う。トランのあれかっこ親指だけ別で残りは袖っぽい形はなんて言うんだ？あれは袖に親指通す穴が開いてるだけで手袋ではないんだ。タイツと一緒やすごくラインが綺麗に見える。だからエチチ。同意。手袋や靴下かっこタイツストッキング含むってのは肌を美しく飾るための装飾品なんだよ。つまり履いてるのかもわからない短い靴下で生足を見せつけて歩いてる昨今の JK は満足ってことだ。脱がすという行為イコールエマルイ、脱がせる部位が増えるイコールさらにエマルチ。待てよ、手袋は脱がさなくてもエマルくないか。下品なんですが、不格好役。手袋だけの話ではなく隠されているけど見えているみたいな状態ってすげえ魅力的になるからね。手袋の話してんのに誰も怒涛あげないとか、これは俺がもらっていいということですね。ありがとうございます。見る分にはいいけど触ったり触られたりするなら素手の方が好き。長手袋は絶対領域の腕番みたいなもんだと思っている。生足とストッキングとどっちがいい？どっちもいい的なね。長手袋はデザイン的に湧き出してるからじゃねえか。あー顔抑えられてちょっと乱暴に口の中に手突っ込まれたいなー。シンボリ組はしてくれそう。他4人はどうだろう？そっか、勝負服手袋税か。左4人はグラスちゃんに土下座した後、両手で頬を挟んで目線合わせたまま説教してほしい。ワイトは中山フェスタの手袋しか勝たんと思います。中瀬の手袋の穴に指入れたい。手袋とか帽子とか靴とかにかかってるのが癖なんだけど特殊かな。正確にはそれをつけてる様子と表情。俺はここに住みたい。わかるー。会長の手袋舐めるやつは前に見たぞ。正直に言えば純白のロンググローブが欲しい。サポカだけど川上さんプルー入ってるからダメですかね。肘まであるグローブと素肌の境界線が好きなんだ。だから川上はありかもしれない。ファインはどうだ。クローバーの模様入ってるけど帝王も白の手袋だっけ。帝王は片方はコン、左右で違うのいいよね。八重のもいいぞ。七
ちやけぼのもウェディングなかったっけ？あるけど手元見えないのちょっと寂しい。でも肘や手首のところのシワの質感といい、華やかなレース生地のラインといい、やっぱウェディンググローブ最高だな。てか胸のサイズ感やば。手袋越しに指舐めたくね？舐めるなら手袋いらん。直で舐めたい。俺とお前の友情はここまでのようだ。わかってねえな。じゃあ俺は手袋だけ舐めるね。折衷案です。いつ見ても猫くわえてるように見える。呪いを振りまくな。食べ物じゃないにゃ。性癖に刺さったわ。花嫁カレンちゃんの色気やばいよね。長手袋はいいぞ。肘まである長手袋ってどうして項目癖に刺さるんだろうな。俺の性癖にはギムさんのが刺さった。手袋って脱ぐ瞬間が一番エマルチだと思うんだ。手袋って一口に言っても布とか革とかあるけど、みんなはどのタイプ好き？俺はレザータイプの蒸れた感じが好き。ゴム手袋、できたら医療用っぽいやつ。スベスベしてるやつ。サテン素材のロンググローブ、色は白が一番好き。富士とかミラクルの手の甲が見える手袋好き。なんて名前なのかわからないけど、富士奇跡や KS ミラクルがつけてるタイプの手袋好き。たる前の判決手袋好き。ちょっと見えてる素手にとてつもない性癖を感じる。手袋の指を口に突っ込まれてベロ詰まれたいです。普通ってしてほしい。何をとは言わないけど、指抜きグローブの方が好きだな。キング、ベルちゃんみたいに腕は出てるけど手袋してる感じが好き。末端隠してるのに体の中心に近いところ隠してないのエマルイ。ドーベルの手袋を手手でほっぺたをムニムニ触られたい。女トレだとちょいちょいやってそう。リッキーの指出しもいい。スケスケのレース生地もいいよね。鈴鹿さんのあれは手袋タイツ。勝負服の下のインナーが全身タイツなんだよ。タイツと勝負服の色違うし、さすがに別じゃね。とはいえ綾部さんみたいなインナー全身タイツはエッチだけど。川上のこれ好き。いいよねこれ。こっちの衣装も実装されねえかなって100万回くらい思ってる。勝負服にタイツ履く馬娘はもっと増えてほしいに対するみんなの反応集。風ちゃんの勝負服おしゃれでイマルチでいいよね。背中すっぽ。めっちゃ色気ある感じだよね。原案もめちゃくちゃ可愛い。ちょい今風を感じる。おぉ、ってなった。タイツがエマルチだよね。あと細身の割には太ももがむっちりしてる。黒タイツのテカリ具合がすごくいいと思う。テカリのあるタイツいいよね。結構マットなタイツ多いから。タイツ馬娘もっと増えてほしい。お嬢は顔両方タイツか。体操服でもタイツだ。どの衣装でも徹底してタイツなお嬢好き。クラちゃんエマルチすぎる。通常衣装は大体揃ってるけど、別衣装までになると誰がタイツ履いてるか全部は把握してない。絶対領域見えてる子も含めていいなら他にもいるが、秋稲荷のタイツいいよね。よく見たらタイツというか全身インナー。ふーちゃんやドレスボルシみたいにテカテカしたタイツいいよね。タイツ系は G2 以下のブルマの下にタイツ履いてるのがめっちゃエマルイ。特にお嬢、ブルマにタイツを履くなんて。タイツといえばターボのフィグア、下から覗いたらすごかったね。まで金割とトンチキ寄りの衣装になっちゃったけど、真っ白タイツはいいな。レース後のタイツを譲ってほしい。ブルマももっと増やしていいぞ。ビリ、タイツを破く音だったか。ミラコのやつ体型補正のためにタイツに仕上がったな。ミコイナリは上脱いだらタイマニンみたいになりそうで、すごくすごい H を感じる。脱がなくても H の塊だろ。タイツは DKPI 多い感じがする。逆に品のイメージしかないわ。鈴鹿とギムレットぐらいじゃん。お嬢は D カップだし。どうして地上スタイルの滝音が上がっていないのかね。最後の方ちょっと書まで同行願います。書でレース後のタイツをもらえるんですか？逮捕だよ。君にあげるのはタイツでなく逮捕だ。タイツ勢はこちら側で足を悪くしたインユっぽいから、あまり喜べないデザインだけど、やっぱエマルイは初耳だし、さすがに考えすぎでは。絶対に悩まされていたハルーララが生足で筆頭格と言っても過言でない時点で、その説破綻してない？頑丈筆頭のゴルシーユンですが、アニメで足やってた帝王とマックイーンは、わし夏にお嬢の生足が来たらどうしよう。うちもうダメかも。成田タイツン、よろしく頼む。ビリ、セクシーすぎて申し訳ない。タイツくらい履いてくれないと、柔らかい芝とはいえ足が血だらけになりそう。タイツもいいけど生足もいいぞ。あとミニスカもいいよね。もうスカートの役目を果たせていないミニスカを馬娘に履かせて家族になりたい。僕はシティの生足が大好きです。原案もいいぞ。親父の網タイツがセクシーすぎる。馬娘もネブリジェ出せよ出せよ出してでろ。水着マックちゃんがいるだろ。タイツにも2種類あるんだね。フライトのような透け感あるタイプと、ミラコのような透けないタイプ。ミラコの靴は内側がモコモコしてて防寒仕様っぽいけど、サイゲのキャラクターは髪型も服装もおしゃれだから見てて飽きないわ。
これだけいてもかぶりがないんだから、やっぱりサイギはすごいと思う。ウマネスト L とかターボの全身を包むインナータイプのタイツもいいよね。ターボすごいよね。露出ゼロなのにしっかりいい。黒インナーという武器。いやね、女性のタイツは薄いのに肌触りも良くて着用感が抜群。本当に実用性が高くて人類の英知ですよ、かっこ体験談。ビルシーナとメサイアの黒タイツブルマもそれぞれ趣があっていいな。サンターネキを忘れか？バーバもいるでよ。装甲シーンはスカートの中まで丸見えだからね。しかも内部まで作り込んであるから、ここはこうなってるんだという気づきがあって、とてもいい。馬娘のキャラクターと結婚したいや、せめていつもの牝馬と。ふーちゃんは尻尾が羽の一部に見えるのがさらにオシャレ。ふーちゃんはふくらはぎがいいんだ。ここまで怒涛なし、ドットさんのムレムレタイツいいですぞ。シティサハ体操服の時だけ黒タイツだべ、最高だべ。そろそろ全身ピチピチスーツっぽい勝負服出てもいいよな。サイバーパンクみたいなの？ウォッカが免許取ればあるいわ。髪下ろしてそんで藤子ちゃんが着てそうなやつ着てほしい。ライダースーツ的なやつならありだと思う。水着が OK だし、血丸浮き出たりとか筋見えたりとかしなきゃ OK な気がしないでもない。全身ピッチリスーツ勝負服はブラックキャビアネキが予約しとるんで。こういうのを馬娘で再現したらかなりセクシーだよね。馬着着ててもわかる絵体だーと思って調べたら体重620とか出てきて、草いいだろ。史上最強スプリンターだぜ。ターボの上着剥ぎ取ったら近いと思う。ピチピチスーツと合わせてマスクもつけた衣装が欲しい。酸素マスク的なものなら設定的にも出しやすそう。でもキャラの顔ががっつり隠れるのはまずいか。クノイチクリークもマスクつけてると様になりそうだと思いました。ピッチリスーツクノイチとかも良くない？いいと思います。こういう系？それみたいな露出が一切ないやつがいいな。プリティ要素どこ？ってなる超絶勝負ウェアもたまには欲しいのねん。トランセンドも上半身だけならタイツみたいなインナー着てなかったっけか。全身は馬娘にはまだいないな。そもそも許可降りることがなさそう。絶対タイマニに言われるからダメです。ライダースーツもチーフを明言してる。ウォッカとゴールドシティがむしろ露出度バリバリ高いもの着てるからな。勝負服がピッチリしたスーツになりそうな競争ばっているのかな。峰藤子が着てるライダースーツがいいな。技術的なことはわからないけど、こういう技が出てる時にスーツの色が真っ赤に染まったりすると嬉しい。ライダースーツだとマルゼンスキーとか3着目で着てほしい。キャプチャースーツみたいなセンサーとかケーキとかついてるのでもいいな。ウマレーターテスト用とかにして里野のメンツに来てほしい。あの、忘れてたわ。スリット多いし、上着あるからスーツじゃないと思ってた。ピチピチスーツの勝負服出たら着るわ。え？マヤノにロボアニメのパイロットスーツみたいなの着てほしい。黒ラバースーツのフラッシュとピンクラバースーツのファルコのコンビが見たいです。ラバースーツは管理が大変そうだからね。同室のと共同で管理するのが一番楽そう。フラッシュの趣味に付き合わされていくうちにハマっていくファルコとかいいよね。互いにスーツのファスナーを締め合ったりマスクをかぶせ合ったりしてほしい。装飾的な部分が一切ないと躍動感あんまりなくなりそう。まあ、だから実際の勝負服はインナーに留めてたり、上着着せたりしてるんだろうな。ツインターボで我慢しなさい。ターボが上着脱げばそれっぽい服で働る。戦闘員みたいな共通のロゴだけついたボディスーツとか実装されないかな。いいよね、無個性女戦闘員落ちしち。美しいシティサニショッカーみたいな全身タイツを着せてその他大勢の無個性女戦闘員になり下がらせたいべ。勝負服自体がその子のアイデンティティの象徴みたいなものだから、そこが確率的なボディスーツに置き換えられるっていうのは一種の尊厳破壊みたいだよね。アメコミヒーローみたいな衣装出てほしい。ヒーロースーツって結構ピッチリしてるよね。今回のイベスト見てると演劇とか映画撮影とかでワンチャンありそうだな。アメリカ生まれの馬娘も結構いるし、大気にスーパーウーマンみたいなスーツを着てほしい。シティさんに脱げない金全身タイツを着せて人形として飾りたい。カフェにタイマニンみたいなスーツ着てほしい。似合うだろうな。勝負服的に黒系の衣装は似合うし、体に起伏が少ない分ピッチリ衣装も良さそうなんだよね。それだったら鈴鹿さんも似合いそう。カフェの場合は実際に霊的存在を感知できてるから、日常生活の裏で魔の物を始末してても違和感がないのがいいね。見バレを防ぐために身元が分かりにくいボディスーツを着てるのかも。マジな話出すかみたいに胸でかけやタイツ姿で胸の体重移動なくさないと遺体は疲れるわで地獄だよな。おい、誰がタイツ姿だけで出ろと言った。バラエティ番組の罰ゲームでガキツカみたいな全身タイツを着せられる馬娘が見たいです。顔まで覆う黒全身タイツのあれ、そうそれ、胴体に文字書いてるやつ。書かれてる文字は中身の馬娘の名前だったりするのだろうか。
美少女の無駄遣いみたいな格好させられてるの背徳的だよね。名前そのままよりは関連ワードとかでもいいかも。退場になって舞台袖に消えた。あとお人形とかワイドとか書かれた全体人間が増えてるんだよね。全身タイツ娘は喋れないようにされてると嬉しい言葉を発せない代わりに体を使ったジェスチャーで何かを伝えようとするのが滑稽で可愛らしいんだ。それでは今回の動画はここまで。ちなみにウマ娘はゲームも漫画も面白いけどアニメ版も最高だよな。Unext なら無料で31日間視聴することができるから興味があったら概要欄のリンクをチェックしてみてほしいぜ。なんと、一気見しちゃうわ。次の動画もぜひ見に来てくれよな。ご視聴ありがとうございました。